じゃ初日一列させられます吉川選手です、はい、よろしくお願いします。まあ、現在賞金ランキング8位で迎える最後の大会ですけども、ここに向かっての心境っていうのはどうでしょうか。そうですね、結構上と差が開いてしまってて、まあ、今年勝ちきれなかったのと、まあ、本数もちょっと少ないのがまあ要因かなと思うんですけど、もう決勝で確定版乗るしかもう道はないかなってとこなんで、まあ、精一杯そうですね頑張りたいと思います。まあ、7位の奥井選手とも最初に対決するという形になりますけども、そのあたりはまあ特に意識することなく、まずは一走一走っていう感じですかね。そうですね。で前走は地元の和歌山ですね、はい、完全優勝されましたけども、まあ、中4日ほどになりましたけども、ここに向けてはどういうふうに準備されたでしょうか。しっかり休んで練習もできているので、まあ、大丈夫だと思います。わかりました。では、最後の G1 ですね、はい、意気込みをお願いします。はい、もう精一杯できることを頑張ります。